両思いかも。好きな人が見せる10のサイン。恋に落ちると毎日が楽しくなりますよね。ですが時には相手がどんな気持ちなのかわからずストレスになってしまうこともあります。報われない恋ほど辛いものはありません。そんな方もご安心を。人の行動を読み取ることによってあなたへの好意がわかっちゃいます。あなたのことが好きな場合どのようなサインがあるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。始める前にチャンネル登録と通知をオンにしておきましょう。最新のビデオ情報がわかります。10マネ。猿マネという言葉がありますよね。何も考えずに真似をするのは猿だけではなく人間も一緒です。あなたに関心を持っている人ほど実は真似をするんです。好きな人との会話の中で相手の行動、表情、そしてポーズなどをよく観察してみてください。もし相手が体をあなたに向け、あなたの声や行動を真似したり使う言葉や表現を繰り返すようであれば、あなたのことが好きなのかもしれません。相手はあなたに惹かれていて、もっともっと喋りたいと思っている可能性がありますよ。真似されることはいいことなんです。9ランダムなボディタッチ。女性や男性が何気なくボディタッチをしてきたら、もしかするとあなたに好意があるのかもしれません。不適切や性的なボディタッチではなく、服の糸くずを取ることもありますよね。好きな人に対しては常に物理的な接触を求めているものです。相手が自信家の場合、会話の中で偶然腕や手首、肩に触れることさえあります。どんなに自信があっても好きな人へのボディタッチは緊張するので少しぎこちないかもしれません。行動を見るとものすごく明確なのでしっかりと観察しましょう。8距離が近い。相手のことが好きで好きでたまらない時、好きな人との距離をできるだけ縮ませたいですよね。もし相手があなたに近づき距離を縮めようとしている場合、あなたに関心があるという大きなサインです。座る場所がたくさんあってもあなたの隣に座ったり、話している時少しあなたの方に傾いてきたり、またあなたとの間にある邪魔なものを取り除こうとするかもしれませんが、この話はまた後で詳しく説明しますね。これらのヒントはたった一つ、あなたのことが大好きなんでしょう。7あなたの唇を見る。話をしている時、もし相手があなたの唇をちらっと見ているようであれば間違いないサインです。両思いの可能性が非常に高いですよ。これは意識的にするものではなく、本能的に引き込まれる、キスをしたいという証です。人は恋に落ちると精神的にも肉体的にも相手に惹かれます。ですから人の唇を見るということはあなたに対する気持ちが溢れている証拠です。もう一つ確認したいのが、あなたの唇を見ている時に相手の唇が少し開いているかどうかです。もし開いていればあなたにより近づきたいというサインですよ。6視線を合わせてくる。気づかないことも多いですが、人は不快に思ったりイライラしたり、相手に恐怖を感じるとできる限り相手と視線を合わせないようにします。実はその逆でもあるんです。恋をした相手とはできるだけ見つめ合っていたいものです。相手の目がロックされたようにあなたの視線に合わせてきたら、それは間違いなくあなたや会話に関心を持っているのでしょう。興味がない人には視線を合わせたり長く見つめたりしませんよね。あなたに目が釘付けの場合は確実に好意として捉えても大丈夫です。5変化に気づく。女性は本質的に注意深い傾向にありますが、男性は変化に気づきにくいです。注意深い男性はあなたのことが好きなのでしょう。男性がもしあなたとの会話をしっかり記憶していたり、カットや髪の分け目を変えるなどちょっとした外見の変化に気づいているようであれば、彼はあなたに興味があるのでしょう。男性は好きな女性を注意深く観察し、小さな情報もキャッチします。男性の場合も好きな女性があなたのことをよく観察しているようであれば大きなサインです。恋かどうかは分かりませんが、その女性はあなたのことを大切に思っています。4手汗。好きな人が近づいてきた時に心臓が飛び出てしまうくらいドキドキするのは現実でもあります。実際に好意のある人が隣にいると心拍数が上がるという研究結果も出ていますよ。アドレナリンが急増するため起こるんです。それがどう手汗に関係するのでしょうか。心拍数が上がったサイン、
実は他の明確なサインがあり、その一つが汗なんです。スーパーマンみたいなありえない聴覚を持っていないと相手のドキドキした心臓は聞こえませんが、手に汗をかいているのは分かりますよね。これは大きなヒントです。3、邪魔なものを取り除く。心理学者によると、私たちは嫌いな人とコミュニケーションを取るとき、その人との間に無意識に障害物を置くそうです。例えばカバン、新聞、コップなど近くにあるものすべてです。またあまり心も開きたくない相手の場合や、人と話す気分ではない時にも起こります。もちろんその逆もあるんです。あなたに関心がある人は少しでも近づくために邪魔なものを取り除くでしょう。好きな人と話をしている時、このような小さなサインを見つけてくださいね。2、声の変化。好きな人が目の前にいる時、本能的に声が変わるという研究結果が出ています。これは男性、女性にも当てはまります。男性は無意識に男性らしく声のトーンを低くし、女性は気遣いや理解を示すように声が柔らかくなるんです。劇的に声が変わるわけではないので、気づくこともあまりないかもしれません。今度好きな人と1対1で話をするときに耳を澄ませてみてください。変化に気づくかもしれませんよ。1、歩くペースの変化。心理学者による興味深い研究では、男性も女性も誰かに惹かれると無意識に相手の歩くペースに合わせるそうです。変な話ですが本当なんです。研究時に男性も女性も興味のない間柄とではスピードを合わせず自分のペースを維持しました。ですがお互いに気持ちがある人たちはできる限り相手のペースに合わせたんです。そう考えると、好きな人があなたに好意があるのかどうか気づくのも簡単ですよね。歩くペースを遅くして相手があなたのペースに合わせてくれるかどうか確認しましょう。好きな人に示す他の非言語的なサインを知っていますか？下記のコメントで教えてくださいね。また周りで困っている友人がいたら、ぜひこのビデオをシェアしてください。これからもブライトサイドで人生を明るくしましょうね。またすぐにお会いしましょう。